スニュース。こんばんは。今日は尼崎大会の模様をお送りしておりますが、長年にわたりまして大阪地区での実況を担当しておりました読売テレビの竹山雄一アナウンサーが、今回の実況を最後にアナウンサー生活を終えることになりました。サマーアクションシリーズのパート2であります。6時30分から会場でありますが、もうすでにお客様は続々と詰めかけておりまして、1階席そして2階席とも超満員であります。竹山さん、どうもお疲れ様でした。さて、次週はいよいよ日本武道館決戦の模様をお送りいたします。全日本プロレス中継、久々に特別企画の登場です。次週の全日本プロレス中継は特別企画、日本武道館名勝負集をお送りいたします。日本武道館を横から見れば全日本プロレスの全という字によく似ていると、私が実況しましたように、日本武道館は全日本プロレスのメッカであります。数々の名勝負がここで行われました。全日本プロレス中継ではファンの皆様の心に残る武道館の名勝負を募集いたします。試合名を書いてどしどしとご覧の宛先までお送りください。抽選で10名の方にこのジャストミートハチマキ信者用を再びプレゼントいたします。おはがきお待ちしております。以上、プロレスニュースをお伝えしました。おやつにジャック健康一番、おやつにジャック深呼吸食べ、体に元気 100% 豆スナックジャック。日本人に最も愛されている農民画家ミレー、初公開の大作四季シリーズを中心にミレー展、渋谷東急文化村にて8月10日より開催。タバコの吸いすぎなどで喉が時々変になる、これほっとくとまずいんですよね。そこでフィニッシュコーア、ちょっと見てください。薬が患部にピュピュッと命中して喉をきれいに、しかも正常な状態に直していきます。これは効きます。ますます本式至極、ジャンとシャンタンの本式スープ、ハウス本中華ジャン。